出し方もちょっと組み合わせですね。そうですね、はい、疑問に思ったんじゃないですかね。ロシターからスポットファーがありました。バスケットカウントです。木のアタック、比江島と相手ですが、これもうまくいかず、比江島残して遠藤が逆のコーナー、空いたコーナーから、あ、タイムアウトですね。おお、ブリッツいった、山内ブリッツだ。しかしそれをかわして、田あたりから広瀬空いた、ディープ3が来た、まあ、よく我慢しましたね。マカトゥーのスクリーンから、まあ、フレアスクリーンから外に行ったんですが、中に切り替えてマカトゥー、最初の得点来ました。マカトゥー、またミスマッチになりましたね。どうしますかね。と比江島ですが、パワードリブルから外、川谷のスリーを使います。オフィシャルタイムアウトです。から2シーズンブレックスでプレーをしていた川谷修吾です。その後3円、川谷外、あ、引っかかってしまいました。ギブスの手の長さ、イカルが外、ロシターのアタック、フォローしたスコット、バスケットカウントですね。さっきからウルスポット取れてないですよね、渋谷は。ロシターから外、 LJ ピークが開く、中でちょっともつれていますが、大山内とマカドゥの2面ゲームをしますが、マカドゥアリウープは、おお、来ました。山内、ケリースリーはどうか、来ました。ケリーもっと内外、柔軟にっていうのはね、テーブス、スペースあった、スコットがフォローをします。キザネです。あっと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 、マカドゥに放り込もうとしましたが、なんかアリウープみたいなのを狙ったんでしょうけどね。逆に遠藤が空いたコーナーから、ジャクソンが入れてきます。ワンハンド、もう一回ファールもらって、バスケットカウントです。ロシターからイカルがバックカット、遠藤が空いた、比江島外、遠藤空いたコーナー、6秒5秒、ここから打ってくるか、ディープ3は来ませんでした。野口フォローする、試合終了、97対66。